ご覧ください、スタジアムを埋め尽くす満員のうわ、キックオフです。よし、何上から抜いた、この辺りだ、ナイスプレータイ、上から抜いた、これだ、トン薄いぞ、これを見せる時が来た、なんというテクニック、そして落ちてくるボールをそのまま消えていった、これは正面から抑えに行く、ヘルナンデス君がっちり止めた、パントキックで大きく蹴り出した、翼くん、このパスもカットします、水木くん激しいタックル、行くぞ、フェデリコくん、これだ、くそくん、水木くん、ボールダッシュ成功、フェデリコくん、ボールを狙うも届かない、持ち前のテクニックを見せつける、まずい、このクロスは通るか、このパスをトラップ、パントキックで大きく蹴り出した、ダイレクトクロス、ルチアノフ、それよ、スイングでかわした、クロスが決まった、よし、三杉くん、ここはパスを出した、よし、上から抜いた、それフランチェスコくん、ボールダッシュ成功、体ごとくっつかっていった、しっかり反転させかわした、ドリブルでボールを運ぶ、シソくん、ここは抜かせません、カーブを回す、水木くん、これぞ飛行士のプレーだ、ヘルレイコくん、このスライディングが決まった、チャージが決まった、はい、激しいタックル、敵陣へ攻め込みます、シソくん、タックルを決めた、ここは勝負を避けた、翼くん、ここはパスに切り替えた、かわして振り切った、それやった、上か、なんだと、ドリブルでボールを運ぶ、それここから一気に攻め込みたいところ、青木くん、一発のシュートでゴールを狙う、正面でがっちりキャッチ、パントキック、どこまで運べるか、翼くん、素早く決まるの、翼くん、これは南米式のドリブルだ、ナイスプレーだ、翼くん、これは南米式のドリブルだ、パントキックで大きく蹴り出した、三杉くん、素早くつなぎます、なめるな、翼くん、激しいタックル、パスを回す、みんなカテナチオだ、カテナチオの構えに入りました、そうだよ、ラシエ君、飛んでかわした、翼君、ここで止めた、得意のギリギリ抜いた、なんだと、翼君、ボールは止まらない、止めるんだ、ボールを狙うに届かない、ナイスプレー、翼君、ボールを持ち込めるか、必殺のシュートでゴールを狙う、ゴール正面でこのシュートを迎え止めた、さすがパーフェクトキーパー、相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ、水木くん、ここは抜かせません、鋭いスライディング、チャンスが決まった、フランチェスコくん、ボールを奪うことができません、マリーくん、激しいタックル、ルチアノくん、横にかわして突破、よしが決まった、キューガくん、キューガくん、ここはパスを切り替えた、アウト、横にかわした、ナイスプレー、センターラインを越えて攻め込む、ヤマくん、ここは抜かせません、ジンゴくん、激しいタックル、よし、フェイントだ、ヒューガ君、ここからチャンスを作れるか、はぁ、フェデリーコ君、ボールを狙うも届かない、マリウム君、ボールを奪うことができません、あと、このパスが通ります、松山さん、クロスを上げた、ヘルナンデス君、ゴールを割らせません、パン
ントキックで大きく蹴り出した。このパスをカットします。ドリブルポテンシャルを運ぶ。スライディングで止めた。おっと、攻守交代だ。いけ、素早くつなぎます。鮮やかなジャンプ。タルベリ君、センターラインを越えて攻め込む。なぜ、ここからシュートに持っていく。取った。まさに前半を終え、さあ注目の後半戦。いけ、ここは抜かせません。翼、これはタッチを終わります。スローインからの再開です。マテオ君、ロングスローできた。ソーダ君、このパスをカットします。それ、素早く横にかわす。カットを奪い返した。それ、翼君、ここで奪った。ラスト奪い返した。松山君、ここはパスに切り替えた。なめるな。ヒューガ君、邪魔だ。次々ナイスプレー。なめるな。邪魔だ。ナイスプレーだね。ゴール前に持ち込んだ。これが俺のネオヘリガー君。エルナス君、ゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。これは一騎打ちだ。空中での激突だ。これを正面から抑えに行く。正面でガッチリキャッチ。パントキックで大きく蹴り出した。この位置で攻守交代だ。体ごとぶつかっていった。ソーダ君、ここは抜かせません。このタッチは二つに終わります。フランチェスコ君、このスライディングが決まった。みんな守るぞ。まさに勘抜き。カテナチオの構えに入りました。フランチェスコ君、右へ回します。チャンスが決まった。あれ、じっと、ダイレクトでパス。ワンタッチで送る。フランチェスコ君、ここでパスを出した。キューガ、いけ。それ、フェデリーコ君、パスを出します。紫君、激しいタックル。それ、かわして振り切った。敵陣へ攻め込む。松山君、タックルを決めた。鶴田君、ボールは友達、渡しません。邪魔だ。技、そして力の融合。さあ、後悔させてやる。すごいシュートだ。雄たけびを上げ、ボールに立ち塞がった。ブロックされたボールは遠くへ。ダメも、そして俺の邪魔はさせねえ。これは独創的な。さあ、こいつで爆撃か。若林くん、このシュートに反応している。横っ飛びで抑えた。パントキックで大きく蹴り出した。ヒューガくん、ここは勝負を避けた。ドリブルと見せかけてパス。ナイスプレーだ。ここは二人で仕掛けてきた。ワンツーで素早くリターン。行くぞ。翼君、渾身のシュート。エルナンデス君、このシュートに反応している。ゴール隅に突き刺す。俺は世界一のサッカー選手になるんだ。行くぞ。これはまさに秘密兵器だ。いよいよフィールドに立ちます。行け、このパスをトラップ。行け、かばって振り切った。すでに後半も半分が経過。ここからの逆転は非常に大きな意味を持ちます。なんとかしやがれ。なんだか、まずい。
スライディングでカット。ルチアーノ君、ここからチャンスを作れるか。シュートまで持ち込める。ナイスプレーだ。そこドリブルと見せかけてパス。そうだった。ライディングで絡む。ナイスプレーだ。いけ爆裂。ゴルバテ君、これをブロックに行く。ボールの勢いも止められない。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。おっと、コーチ交代だ。これは南米スルーだ。ボールは友達、渡しません。バサレロ君、案外やるな。バサレロ君、ここは抜かせません。パスを出します。あと、ここでアイデスティーとか。ヘルナンデス君、横に飛んだ。これがジノ・ヘルナンデスのプレーだ。パントキック、どこまで運べるか。ここで奪った。そら敵陣へ攻め込みます。スラム君、これはナイスタイム。ボールは友達、渡しません。これは何だと。スラム君、豪快にシュート。見えた。ヘルナンデス君、横に飛んだ。これはキャッチできない。ここでボールを受けます。ほら、よし、上から抜いた。シュートまで持ち込めるか。そりゃパスを出した。パントキックで大きく蹴り出した。ヘッドでパスを送る。横をすり抜けた。あっと、奪い返した。このスライディングが決まった。余裕、ここで激突。これは互角の勝負だ。空中でぶつかり合う。青井君、この対決をものにした。こぼれ球をキープ。そんなバカな。上から抜いた。バサレロ君、ボールを狙うも届かない。いよいよ後半アディショナルタイム。両チーム最後の力を振り絞って発揮。やめんな。ルチアーノ君のようなドリブル。イタリア、まさに勘抜き。カテナッチョが構えに入りました。翼くん、これは南米式のドリブルだ。フランセスコくん、翼くん、ナイスだぞ。ゴルバテくん、激しいタックル。青井くん、ここは翼くん、タックルも決めた。スライディングでカット。これは容赦のない突破だ。4チーム、この試合に勝利。素晴らしい。